V9 時代の読売ジャイアンツには長嶋茂雄、王貞治という2大スターがおり、現役時代から引退すると巨人の監督に就任することが規定路線となっていましたが、そんな2人の間に挟まれ、ファンや経営陣から冷遇されるも動じることなく、歴代巨人監督屈指の好成績を挙げたのが名伯楽藤田元氏です。そんな藤田は81年の監督初就任以降、通算7年にわたって4度のリーグ優勝と2度の日本一にチームを導くなど、名将としての確かな爪痕を残しました。よって今回は成績の割に評価が不当に低く、あまり日の目を浴びることもない藤田監督時代の巨人にスポットを当て紹介していきたいと思います。隠れた名監督藤田の苦悩と V9 時代を経て変化していく巨人の様子が垣間見える内容となっていますので、歴史の1ページを振り返る準備ができた方はご一緒にどうぞ。1975年、前年に引退したばかりの長嶋茂雄が巨人の第10代監督に就任すると、1974年シーズンは優勝した中日とゲーム差なし、勝率一厘差の2位ながら V10 を逃し、失意のどん底にいた巨人ファンもこれで上昇巨人が戻ってくると色めき立ちました。しかし長嶋本人はもちろん、黒江幸信や森正明といった主力が抜け、戦力が落ちていた上、指導者としてはズボの素人だった中で、前任者である川上哲治の助言を全く聞き入れることなく、川上派のコーチ陣を一新するなど我が道を爆走。もともと衰え始めていた投打の主力が揃って不振だったこともあり、開幕6試合目で最下位に転落すると、9月には球団史上最悪の11連敗を喫するなど全球団に負け越し、終わってみれば上昇巨人復活どころか、24年時点まで球団史上唯一となる最下位に沈んだのでした。そんな悪夢のようなシーズンから一転、翌76年シーズンは安打製造機と呼ばれた張本勲や先発も抑えもできる加藤はじめをトレードで獲得するなど、積極的な戦力補強が功を奏し、3年ぶりにセリーグを制覇すると、続く77年も連覇。ところが78年シーズンからリーグ分立後では、球団史上初となる3年連続で優勝を逃すと、徐々に長嶋卸の雰囲気が流れ始め、最終的には球団オーナーの正力徹ではなく、読売新聞社社長の牟田井光が80年のシーズン終了前に長嶋の監督解任を決断。事実上の首を宣告された長嶋はチームの不振の責任を取り辞任したのです。こうした経営陣の長嶋解任に激怒した長嶋ファンが、読売新聞や放置新聞の購読打ち切りデモを行う最中、長嶋の後を引き継ぎつつ、引退後監督の座につくことが約束されていた王とのつなぎ役として白羽の矢が立ったのが、今回の主役である藤田元氏でした。57年大学時代の先輩で当時の監督である水原茂の誘いに応じ、巨人へ入団した藤田はルーキーイヤーから17勝を挙げる活躍を見せ、新人王に輝くと、翌58年には29勝、59年には27勝を挙げ、チームのリーグ優勝に貢献。実は59年6月25日の大阪タイガース、長嶋のホームランによって巨人がさよなら勝ちしたことで、有名な NPB 史上初めての天覧試合に先発し、見事完投勝利を挙げたのも藤田でした。そんな印象深いエピソードもある藤田は、64年に引退するまで8年とやや短いプロ生活ながら、最多勝1回、最高勝率2回に輝き、通算119勝を挙げた大投手であり、引退後は川上監督の下で一軍投手コーチやスカウトを務めるなど、指導者として経験の全くなかった長嶋に比べれば、藤田の方が巨人の監督として適任のように感じられますよね。しかし80年10月に藤田が長嶋解任を受け、巨人の第10代監督に就任すると、当時の熱烈な長嶋ファンは藤田を、我らが長嶋を窓際に追いやった非情な男とみなし、読売本社や藤田の自宅には抗議の手紙が多数送りつけられる事態に発展。中には脅迫めいた非常に物騒な内容のものや、カミソリの刃が同封された手紙も含まれていたのだとか。正直、読売新聞経営陣による長嶋卸に批判の嵐が吹き荒れている中、誰が次期監督になっても長嶋ファンから大バッシングを受けることは分かりきっていたため、数人が監督就任要請を断っていたそうです。それにもかかわらず、不動の4番だった王貞治が前年に現役を引退していたこともあり、荷が重すぎると誰もが拒絶した長嶋の後任という難しい役目を藤田が引き受けたのは、人に頼まれるのは頼りにされているからで、望まれている人間だという証拠であるという信念が彼の中にあったからでした。かくして川上監督のもと V9 を支えた牧野茂をヘッドコーチに、そして次期監督を約束されている王を助監督に据えた複数の共同指導者により組織を運営するトロイカ体制で、藤田巨人は激しい逆風にさらされながらスタートを切ります。そんな中、船出早々初仕事として臨んだドラフト会議で、長嶋の再来と期待され、巨人、広島、太陽、日本ハムの4球団が競合したスーパールーキー荒辰徳を監督初仕事となる藤田が見事引き当て勢いをつけると、81年シーズンに入り、4月の10連勝で開幕ダッシュに成功。守りの野球を掲げ、西本、江川、加藤、佐田岡の先発4本柱にリリーフエース隅田の強力投手陣を整備すれば、打撃の
王女監督、作戦立案のヘッド牧野と、トロイカ体制も三者三様に持ち味を生かし、チームに好影響を与えます。さらに王が抜けたことで心配された打線も、スーパールーキーの原が期待通りの働きを見せ、打率2割6分8厘、22ホーマー67打点を記録すると、中畑、篠塚、松本、ホワイトといったレギュラー陣も負けじと活躍。こうして投打が噛み合ったチームは、終盤9月に7連勝するなど、2位とのゲーム差を広げ、4年ぶりのリーグ優勝を決めると、V9 最後の73年以来8年ぶりとなる日本一をかけ、パ・リーグを制した日本ハムファイターズとの日本シリーズに臨みます。実のところ藤田は非常に日本シリーズと相性が悪く、現役時代である58年の第4戦、59年の第2、第3、第4戦、そして61年の第5戦と健闘むなしくいずれも敗れており、日本シリーズにおける登板機会5連敗という不名誉な日本シリーズタイ記録を持っていました。そんな藤田でしたから、並々ならぬ覚悟で日本シリーズに挑みましたが、日本ハムのホームゲームとして行われた第1戦では、9回裏に巨人リリーフエースの隅が、日本ハムの代打、井上博明にレフト前タイムリーを浴びさよなら負け、これにより不穏な空気が流れますが、第2戦は巨人先発の西本が初回にソロホームランを浴びるも、その後は8回まで1本のヒットも許さないほぼ完璧な内容で、日ハム打線を抑え込み、その8回に巨人がホワイトのツーランホームランで逆転、そのまま勝利して1勝1敗のタイに持ち込みます。続く第3戦を再び接戦の末、日ハムに取られ1勝2敗となりますが、第4戦と第5戦はこれまでやや湿りがちだった巨人打線が爆発、8対2、9対0と連勝し、巨人が3勝2敗で日本一に王手をかけました。なぜか日本一の栄冠には縁がなく、大学時代も選手時代も悲運のエースと呼ばれてきた藤田が渇望する日本一がかかった第6戦の先発は、大方の予想に反し貞岡ではなく、初戦に先発したエースの笑顔で、この中3日でのエース投入という一気に日本一を決めるための藤田采配は功を奏し、笑顔は9安打を浴び3点を奪われながらも9回を完投。一方の打線は日本ハムを下回る7安打ながら、原のツーランホームランなどで効率的に得点を重ねていき、6対3で勝利した巨人がシリーズ4勝2敗で8年ぶりの日本一に輝いたのでした。こうして就任1年目でセリーグ優勝と日本一という最高の結果を出したことで、藤田に対する評価と風当たりはマシになるかと思いきや、ミスタージャイアンツ長嶋を窓際に追いやった張本人という逆風は吹き止むことがありませんでした。特に現役時代から長嶋のことを悪く書いたことがない長嶋ひいきのマスコミは、藤田巨人で今活躍しているのはみんな長嶋が伊藤キャンプで鍛え上げた選手たちばかりだと、藤田の采配や指導力には目を伏せ、長嶋が残した功績ばかりを称賛したのでした。事実投手陣で言えば江川、西本、隅、香取、野手陣で言えば松本、淡口、篠塚、中畑、山倉といった1年目の藤田巨人で活躍した選手の多くは、長嶋前監督が79年オフに実施した NPB 初の本格的な秋季キャンプである地獄の伊藤キャンプで鍛え上げた選手ばかり。そのため1番松本が出塁しすかさず盗塁を決め、小技の得意な2番コードが手堅くバントで送り、そのチャンスに3番篠塚が芸術的なバッティングでヒットを放ち先制点を挙げ、12球団1とも言われた投手陣がリードを守りきる必勝パターンが確立。それも全ては長嶋のおかげ、藤田はその財産を食いつぶしているだけだというのが当時の長嶋ファンや長嶋派マスコミの論調だったのです。とはいえ個性的な選手たちの特性をきっちりと把握し、適材適所で力を発揮させ勝利に導いた藤田監督の采配や優れた人心掌握術も評価すべきところを、長嶋派のマスコミはしつこく藤田叩きを続けますが、当の藤田は動じることなく至って冷静に対応していました。しかし巨人の初代オーナーで戦後の NPB 発展に多大な貢献をしたことから、プロ野球の父と呼ばれる正力松太郎の長男で当時の巨人オーナーだった正力徹がマスコミの誘導尋問に乗る形で長嶋へのラブコール、要するに藤田を辞めさせ長嶋を監督に復帰させたがっていると取れる発言をし始めると、これには温厚な藤田もさすがに大激怒。一人でオーナー室に乗り込み、私のことが不服ならユニフォームを脱いだっていいんですと啖呵を切って正力を黙らせたというエピソードが残っています。そんな威勢のいい一面を見せつけた藤田は、現役時代からマウンド上でも常に冷静で、細身でスマートな外見や穏やかで優しげな物腰から球界の紳士と呼ばれていましたが、この一見からも想像できるように、実際は若い頃から瞬間湯沸かし器と称されるほど短気で、一旦怒りに火がつくと手がつけられなかったと言われているため、てっきりおとなしいと思っていた藤田から突然怒鳴り込まれた正力は相当肝を冷やしたことでしょうね。こうしたごたごたがオフにあったせいか、就任2年目の82年シーズンこそ最終盤までもつれた中日との優勝争いに敗れ2位となりますが、セリーグ屈指の先発陣
陣は健在で、4番を務めた原は33ホーマーと急成長し、松本が61盗塁で盗塁を獲得するなど、チーム力は依然安定。そして翌83年シーズンは共に2年目の牧原博美と吉村貞明が台頭し、新外国人として獲得したレジー・スミスも28ホーマー72打点と結果を残します。他にも若き主砲の原が打点王と MVP、 松本が2年連続の盗塁王に輝くなど打撃陣が奮起し、貞岡の離脱でやや低調だった先発陣をカバーすると、チームは2年ぶりのセ・リーグ優勝を達成しています。その後藤田巨人は2度目となる日本一をかけ日本シリーズに挑むことになるのですが、その対戦相手となったのが巨人 OB で現役時代は藤田と共に戦った広岡達郎が監督を務める西武だったため、マスコミがこぞって球界の名手の座をかけた戦いと書き立てました。こうして日本中の野球ファンが固唾を飲んで見つめる中、10月29日に西武ライオンズ球場で火蓋が切られた第一戦、巨人の先発は衛星側でしたが、初回に1点を失うと、2回には西武の主砲田淵幸一から左中間へのスリーランホームランを浴び、この回5点を奪われ早々にノックアウトされます。それでも巨人投手陣も踏ん張りを見せ、3回以降は香取、貞岡、加藤の継投で西武打線を1安打0点に抑え、6回に河野のツーランホームランなどで3点を返しますが、序盤の失点が響き、大事な初戦を3対6で落としてしまいます。続く第2戦は巨人が初回に原のレフトへのツーランホームランで幸先よく先制すると、先発の西本が伝家の宝刀シュートを武器に凡打の山を築き、西武打線を4安打無四球に抑え込んで4対0で勝利しました。その後第3戦第4戦はそれぞれ星を分け合い、2勝2敗のタイで迎えた第5戦は巨人先発の西本が再び好投し、西武打線を2点に抑えると、ホームラン攻勢で5点を挙げた巨人が勝利し、3勝2敗で日本一に王手。そして第6戦9回表まで3対2とリードし、その裏さえ抑えれば日本一という場面で、藤田は全幅の信頼を置くエース西本を急増ストッパーとしてマウンドに送りますが、西武の石毛にショートへのタイムリー内野安打を浴び、土壇場でまさかの同点。続く10回表に勝ち越しのチャンスを逃した巨人は、その裏もう一人のエースである江川まで投入しますが、ワンアウト1塁の場面で西武の代打金森英二にツーベースを浴び、西武としては初めてとなる日本シリーズでのサヨナラ勝ちを献上、ついに逆王手をかけられてしまいます。泣いても笑っても日本一が決まる最終第7戦、藤田から先発のマウンドを託された西本は三度好投し、6回まで西武打線を無失点に抑え込むと、打線も打てるキャッチャーこと山倉のソロホームランなどで2点を先制する巨人優勢の展開に。後のない西武でしたが、7回裏ここまで打ちあぐねていた西本をついに捉え、ノーアウト満塁でテリーが西本のシュートを狙い撃ち、左中間を破る走者一掃の3点タイムリーヒットを放って一気に逆転すると、7回から登板した東尾治が巨人打線を最後まで抑え切り、西武が3対2で勝利。藤田巨人としての2度目の日本一は惜しくも掴み切ることができなかったのでした。このように紙一重のところで日本一の栄冠を逃したとはいえ、藤田は理論派の監督として直感型の長嶋がかき乱したチームを見事に立て直し、就任後の3年間を振り返ってもセリーグ優勝2回、日本一1回、全て A クラス入りという申し分ない成績でした。これは現在の NPB における常識で言えば監督続投は当たり前、それどころかむしろフロントやファンからやめないでくれと猛烈に慰留されるべき藤田でしたが、この年を最後に規定路線であった大江監督を譲って静かに勇退し、 NHK 野球解説者や報知新聞客員解説委員として再び浪人生活を過ごすことになります。こうして藤田が監督を退き、王新監督体制で指導した84年シーズンの巨人は、前年セリーグ優勝を果たすもあと一歩のところで日本一を逃したメンバーがほぼ健在だった上、オフにメジャーのエクスポーズからウォーレン・クロマティを獲得し、打線強化を図っていたため、開幕前の下馬評では優勝の大本命と目されていました。しかし蓋を開けてみれば、開幕ラッシュどころか10試合でわずか1勝しかできない低垂らく、中盤に入りやや盛り返したものの、2位にすら浮上することができず、優勝の広島と 8.5 ゲーム差の3位という期待外れの結果に。その後85年も3位、86年が2位と、藤田時代の3年間で2度もセリーグを制するほど充実していた戦力を丸々引き継ぎながら3年連続で V1 した王に対し、上昇球団巨人を率いる監督としての資質を疑問視する声が巨人ファンや野球評論家の間から噴出したのでした。その後王体制4年目の87年こそ独走でセリーグを制しますが、日本シリーズでは西武に敗れ、本拠地が後楽園から東京ドームに変わった88年は江川の引退をはじめとするベテラン投手陣の衰えや主力や足の離脱などが響き、優勝した中日に12ゲーム差もつけられ、残念ながら2位に終わります。結局王は5年間の巨人での監督生活で3位2回、2位2回、リーグ優勝1回と A クラスは死守したものの、日本一になることはできず、上昇軍団巨人の監督としては高い評価を得られないまま、88年9月にフロントから責任を問われる形で解任されたのでした。正直王の監督としての実績も他球団であれば解任される水準ではないのですが、当時球界の名手として君臨していた巨人が7年間日本一から遠ざかっていたのは、 V9 が途切れて以来2回目の過去最長タイ、もはや日本一にならないと認められないような状況で、次期監督を受けてくれる人材はそうはいませんでした。事実かつて
して西武の監督として藤田と日本一を競い合った広岡は、巨人フロントから公認監督としてのオファーを受けた際、何度来たって同じ、どうせ始まって結果が出なければすぐ手のひらを返すと長嶋や王さえ首にしてきた巨人フロントの非常な対応を皮肉るセリフを返し、そのオファーを断っていたとのこと。そんな中、誰もやりたがらない巨人の監督というポストをまたしてもあの男が引き受けることになるのです。難しい後輪探しに巨人は奔走することになるわけですが、以前長嶋が引っ掛け回したチームを立て直し、見事日本一の栄冠を取り戻してくれた藤田の帰還が決定します。周囲からの冷遇の扱いにも屈することなく監督業を全うした藤田なら、再び巨人を上昇軍団に導いてくれるのではないかと、経営陣は懲りずに監督再就任のオファーを持ちかけます。ただこの時藤田は心臓を患っており、主治医からは監督に就任すると命の保証はないとまで言われていたそうです。それにもかかわらず、以前長嶋解任という世紀の大英断を下した読売新聞名誉会長の武体から老い先短い年寄りの願いを聞いてくれと頼み込まれ、万が一に備え狭心症の特効薬であるニトログリセリンを常に持ち歩く状態の中で監督就任を受諾したのです。文字通り命を懸ける覚悟で巨人の第12代監督に就任した藤田は、入団以来サードを守っていた原を外野に、ショートの岡崎をファーストに、ファーストの中畑をサードにコンバートするなど、固定化されていた野手陣を再編成していきます。さらに長年正捕手の座に君臨していた山倉と西本との交換トレードで中日から獲得した中尾隆義を競わせるなど、チームのマンネリ化を防ぎつつ、選手同士の切磋琢磨による能力底上げを図る方策を講じます。すると藤田のマーク通り、競争意識の高まった野手陣が活性化され、中畑の故障離脱で再びサードに回った岡崎と、この年からファーストのレギュラーとなった駒田則弘が2人合わせて23ホーマー115打点を稼ぐなど、篠塚、原、クロマティの後を打つ最強の6、7番コンビとして躍動します。また山倉から開幕スタメンマスクを奪った中尾も強気のリードで投手陣を牽引し、巨人のチーム防御率は前年度の 3.09 から12球団トップの 2.56 へと向上しました。そして投手陣も82年度ドラフト会議の外れ1位として入団し、3年目の85年にはローテーションに定着してチーム最多の12勝を挙げるも、その後はいまいち伸び悩み、1軍と2軍を行ったり来たりしていた斉藤正樹も、藤田の精神面に及ぶ細やかな指導の甲斐あって才能が開花、牧原や桑田真澄とともに3本柱として先発ローテーションの一角を担うようになると、サイドスローからの140キロを超える球質の重いストレートや鋭いカーブ、シンカーを武器に NPB 記録となる11試合連続完投勝利、これでシーズン20勝を挙げ、最多勝、最優秀防御率、ベスト9、沢村賞と主要タイトルを総なめにします。そんな強力な戦力を引っ提げ、4月と5月こそ広島との首位争いを繰り広げますが、6月に入って首位の座を固めると、あとは2位以下を突き放し、84勝44敗に分けと圧倒的な強さで2年ぶりにセリーグを制覇します。こうして藤田が最終任1年目で早速リーグ優勝をかっさらったこともさることながら、当時夜のニュース番組でメインキャスターをしていた広島ファンの久米博が、開幕寸前に行われた番組内の企画で口にした、万が一にもありえないことですが、もし巨人が優勝したら丸刈りになりますという公約を守り、丸刈りになったことも大きな話題になりました。そして残れば日本シリーズを制し、8年ぶりとなる日本一の栄冠をつかみ取るだけだったのですが、そこにこの年19勝を挙げ最多勝を獲得したエース阿波野秀幸や、49ホーマーを放ちホームラン王と MVP に輝いた主砲ブライアントを擁す名将扇明率いる近鉄バファローズが立ちはだかります。いずれも選手の力を引き出すことに長け、魔術師とも称される名監督同士の対決に、当時のスポーツ新聞はマジシャン対決と囃し立て、ファンたちも高度な戦略戦が繰り広げられることを期待していましたが、意外にもシリーズは近鉄が初戦から3連勝する一方的な展開に。このまま近鉄が突っ走るのかと思いきや、ここに来て巨人の本拠地東京ドームで行われた第3戦に近鉄の先発投手として登板し、勝利投手となった加藤哲朗が試合後のヒーローインタビューで、シーズンの方がよっぽどしんどかったですからね、相手も強いしと意味深発言。これが巨人はロッテより弱いという拡大解釈で報道されたことで騒ぎになり、それを聞いた巨人の選手が怒りに震え発奮したと言われています。この時生粋の巨人出身者である藤田もさぞ加藤の発言に憤りを感じているかと思われましたが、実際は至って冷静だったようで、もしかしたらこの時の藤田の冷静さこそがこの後起きる巨人の大逆転劇につながったのかもしれませんね。こうしてまさかのシリーズ開幕3連敗を喫し、もう負けられなくなった藤田巨人はここから猛反撃を開始。近鉄の宿舎では祝勝会の準備が行われていたという第4戦では、シリーズ初登板初先発となる巨人の高大竿が得意のスローカーブを待ちつつ、緩急のついた投球で近鉄打線を翻弄し3安打完封、打線も小刻みに点を重ね5対0でまず1勝を返します。続く第5戦も斉藤が本来の力を発揮し、9回のブライアントのソロホームラン1失点に抑える好投を見せると、ここまで不調を極めていた原が前を打つクロマティが敬遠されていたことに発奮し、自身この試
シリーズ初安打となる満塁ホームランを放って巨人が2連勝。これでガラリとシリーズ全体の流れが変わり、続く第6戦も焦りでやや攻めが荒くなってきた近鉄打線が巨人投手陣を攻めきれず、3対1と巨人が怒りの3連勝でついに3勝3敗の5分に星を戻し、日本一の行方は最終戦にもつれ込みます。そして迎えた第7戦の舞台は近鉄の本拠地である藤井寺球場でしたが、巨人に猛反撃のきっかけを与える発言をし、この試合に先発した加藤がレフトスタンドの一角にいるジャイアンツファンに完全に飲まれたと嘆くほど、この日の球場は異様な雰囲気に包まれていたのだとか。そんな中、巨人打線は雰囲気に飲まれていた加藤を容赦なく攻め立て、2回に駒田のソロホームランで先制すると、4回には中尾と河合の連続タイムリーなどで3点を追加し、因縁深い加藤をノックアウトします。その後も巨人打線の勢いは止まらず、6回に原のツーランホームランと、この年を最後に引退することを決めていた中畑の代打ソロホームラン、7回にはクロマティのソロホームランで計8点を挙げ、巨人先発の高田とリリーフの宮本が近鉄の反撃を5点で食い止めて8対5で勝利。藤田自身が監督をしていた81年以来となる8年ぶりの日本一を最終に1点目にして、シリーズ崖っぷちの3連敗から破竹の4連勝という劇的な展開で達成すると、長嶋や大御所を賛し、藤田を冷遇するマスコミやファンたちを実力で黙らせたのでした。その翌シーズンも藤田巨人は開幕から4連勝とスタートラッシュに成功し、序盤こそ前年まで巨人の2軍監督だった須藤豊率いる太陽と首位争いを繰り広げますが、5回中盤に太陽が失速すると、以降は優勝への道をまっしぐら。2年連続20勝の斎藤を筆頭に、牧原、桑田、宮本、高田、木田の先発ローテーションが確立し、この6名で80勝を挙げると、水野、吉田、廣田、加藤というリリーフ陣がそれを支えたのですが、この年マウンドに上がった巨人の投手はなんとこの10人だけでした。チーム防御率こそ 2.83 と昨年の 2.56 から若干低下しましたが、完投数70と安定感で言えば巨人史上、いや NPB 最強と呼ばれ投手陣を形成した藤田巨人は88勝40敗、勝率6割7分7厘という驚異的な成績で、2位の広島に22ゲームもの大差をつけ、2年連続のセリーグ優勝を決めます。この藤田巨人の圧倒的な強さに藤田を批判し、長嶋や王の肩ばかりを持っていたファンたちも、名将藤田がまた巨人の黄金時代を築いてくれると期待を寄せていたようですが、実はこの時すでに藤田巨人の崩壊は始まっていました。先ほど話した通り、この年の巨人の独走優勝はわずか10人で130試合を戦い切った投手陣の活躍によるところが大きいのですが、日本シリーズ前の全体ミーティングで、シーズン中の報奨金が野手よりも少ないと投手陣の不満が爆発。それを聞いた藤田が10人の主力投手を呼びつけ、そんなに銭が欲しいのか、じゃあお前らでこれを分けろと、この年受賞した正最優秀監督賞の副賞300万円を目の前に叩きつけるという騒動が起き、藤田と巨人の強さの原動力だった投手陣の間に大きな溝が生まれていたのです。これまで選手たちと密にコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことで強さを発揮していた藤田巨人の内部で、このような圧力が生まれていた状態で、短期決戦の日本シリーズに臨んでも良い結果が出るわけがなく、西武に屈辱の4連敗。それでも藤田は選手たちを責めることは一切せず、監督がヘボだから負けたと口にしていたそうですが、西武に投打に圧倒されストレート負けを喫した選手たちの受けた衝撃と落胆は思ったよりも深く、翌年以降の戦いぶりに少なからず影響を与え、91年シーズンは一転して4位に転落します。またこの頃藤田にとって最大の理解者で後ろ盾でもあった舞台がこの世を去り、後任の球団社長として鍋常こと渡辺恒雄が就任すると、 B クラス戦略の責任を取らせる形で藤田の懐刀だったヘッドコーチの近藤や打撃コーチの松原を強引に解任。コーチ陣の全員残留を求めていた藤田と新たに巨人のドンとなった鍋常との関係性が悪化したことも影響し、翌92年に阪神と同率2位になるも、2年連続でリーグ優勝を逃した藤田はこの年限りで監督を勇退することとなったのです。このように長嶋、王という二大スターに挟まれ、ファンやマスコミから冷遇されたり、新たに巨人のドンになった鍋常から疎まれたりと、試合以外のところで苦労の絶えなかった藤田ですが、残した実績の高さは歴代巨人監督の中でも屈指。2期7年にわたる監督生活でリーグ優勝4回、日本一2回に輝き、 B クラス転落は91年の一度きりで、球団史上唯一となる最下位を経験した長嶋や、巨人の監督としては一度も日本一になっていない王と比べ、監督として劣っているところは全く見当たりませんでした。そんな藤田の後を引き継いだのは13年ぶりの監督復帰となる長嶋で、鍋常の全面的なバックアップのもと、ヤクルトから息子の長嶋一茂や現役大リーガーのジェシー・バーフィールドを獲得するなど、万全の体制で93年シーズンに臨みます。しかし蓋を開けると、原や駒田など藤田時代に活躍したレギュラー野手陣が揃って不振にあえげ、チーム打率とチーム得点はリーグ最下位、斎藤9勝、桑田8勝と13勝を挙げた牧原以外の3本柱が崩壊したことで、優勝したヤクルトと16ゲーム差の3位に低迷しました。この時は以前批判を浴びせ
ていたことを忘れたのか、巨人ファンや中島ひいきのマスコミの中から早くも藤田の監督再出馬を望む声が噴出する有様でしたが、翌94年シーズンは中日との勝った方がリーグ優勝という 10.8 決戦を制し、4年ぶりとなるリーグ制覇を成し遂げた巨人は、続く日本シリーズでも4勝2敗で西武を破り日本一に。ただ 10.8 決戦において先発中継ぎ抑えを務め、日本シリーズでも大活躍し、長嶋を監督生活初となる日本一に導いたのが牧原、斉藤、桑田という藤田が確立した3本柱だったというのも皮肉な話で、まさに長嶋のおかげで日本一になれたと言われた81年の一周返しとなりました。ところで当の藤田は巨人監督を退任した後、 NHK の野球解説者を務めながら沢村栄治賞選考委員や巨人軍 OB 会長職などを歴任し、96年には野球殿堂入り。その年のオフには監督としての手腕や人気を買われ、広岡が GM をしていた千葉ロッテマリーンズから正式に監督就任要請を受けますが、広岡と組みたくなかったのか、生涯巨人を貫くためか定かではないものの、その要請を断ったのだそうです。また2003年に教え子である原が監督を解任された時には、広岡と共に読売新聞の購読を打ち切って抗議したり、若い選手の育成の妨げになるだけだと FA 制度や逆指名制度の導入に異を唱えたりと独自の意見を展開。さらに2004年に因縁の深い鍋常が西武オーナーの堤義明やオリックスオーナーの宮内義彦らと共に NPB 1リーグ構想と球団削減案をぶち上げ、球界全体を巻き込む騒動を巻き起こした時には、鍋常の影響が強い巨人 OB としては珍しく公然と反対を表明し、反旗を翻した気骨のある一面も覗かせました。このように生涯にわたって自分を育ててくれた巨人、そして NPB の発展に心を砕いてきた藤田は、晩年は持病である心臓の病を悪化させ、2006年2月9日に心不全でこの世を去ります。かつての恩師である川上から女王の藤田と称されるほど人心掌握術に優れ、若手の育成にも定評があった藤田は、東証と呼ばれた星野仙一や ID 野球の野村克也ほど知名度はありませんが、残した輝かしい実績と野球界への貢献度を考えると、長嶋や王をしのぐ巨人きっての名将だったと言えるでしょうね。そんな名将がまた現れることに期待しつつ、これからも追いかけていきたいと思います。それでは。